タイトルの下にある無料ってマークなんですか？なんかね、いや僕たち知らないんだけど、無料タグつけられてんだよな。あれ、しかもドズル社チャンネル以外ついてる？なんかドズル社の動画全部無料ってついてんだけど、僕たち何もやってないんだけど、なんか無料ついちゃったんだよな。まあ別に確かに無料だけどもさ。無料だけどもわざわざ言わんでえやろって。見るの無料ですよ、つって。無料ですよ、つって。今も昔も。有料もあるのかな。有料ない。今んとこ有料ないけどな。有料は面言動画。ああ、でも面言動画もやってないしね。別に。ラジオはやってるけど。うん。わかんない。なんか試されてんのかも。うん。まあ、YouTube いろいろ新機能つけたり、テストしますからね。はじめその、なんか、ちょっとこう、何チャンネルかで試して、なんか評判良ければそのまま実装するみたいな。結構試してから一般実装するから YouTube は。ドズル社以外ついてない。なんでだろうね。あ、しかもなんかわざわざ色が緑でさ、目立つからさ、無料アピールしてるような感じするけど、まあまあずっと無料だろっつって。ボタンとかも丸っこくなっていくし、進化していくんですね。なんか最近のトレンドはそういう、なんかちょっと前はさ、フラットデザインって言ってさ、そのベタッと、したデザイン、ベタっとしたっていうか、なんて言うんだろう。フラットデザインで伝わるかな。フラットデザインで検索すると。こういうやつよね。この、まさに、こういう、ペタっとした、ベタ塗りのデザイン、フラットデザインが主流だったんだけど、最近はね、だから iPhone とかもさ、昔はフラットデザインだったじゃん。こういう、ペタっとした感じ。最近はね、こう、影がついた、立体感があるデザインが流行ってるらしい。うん。だんだんスマホとかもさ、ちょっと今立体感あるじゃん。ぷっくりした感じ。そうそうそう。ちょっと飛び出して見えるような感じ。このね、クッキーもそうだけど、ちょっとこう、立体感あって飛び出して影があってみたいな。流行りとかあるのか。いや、気づかないうちにね、流行りとかあるんですよね、デザインにも。うん。気づけばみたいなとこあるよね。気づけば確かに。昔の iPhone の待ち受けダサってなる。今日もご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。